テレビコマーシャルや雑誌広告では物が売れない時代、生活者が頼りにするのはネット上の口コミや価値観を共有できる仲間の評判です。今小売店が取り組むべきことは生活者の声、さらには声にならない指向性をいち早く捉え、その思いに寄り添うことなのです。そこで今イズミックは売上アップに情報で貢献する新しいリテールサポートを始めます。イズミックの森田でございます。本日はご来場いただきましてありがとうございます。私は社長就任以来30年近くにわたりまして、リテールサポート、お得意様の支援ということを経営理念として掲げてやってまいりました。お得意様の繁栄が当社の繁栄発展にもつながるということで、いかにしてお得意様のためになる情報や提案を提供できるかということを念頭にやってまいりました。これまではポスデータなどを中心としたスーパー様への棚割り提案ですとか、あるいは販促提案を提供してまいりましたけれども、今後は消費者が何を求め、何が売れていくか、またそれをどう売っていくかということを SNS などのビッグデータを活用して分析することによって新しい提案ができるのではないかと考えまして、イズミックマーケットアイというプロジェクトを立ち上げました。これはイズミックとしての新しいリテールサポートとして、必ずやお得意様、メーカー様にお役に立てる提案ではないかということを確信しております。イズミックマーケットアイが大切にするのはデータドリブンマーケティングの考え方、マーケティングにデータを最大限活用することです。詳細でタイムリーな市場データやネットでの口コミといったビッグデータ、そして弊社スタッフが日々現場で蓄積してきた生きたノウハウを組み合わせ、価値ある情報としてご提供します。誰に、いつ、どこで売れているのかに加え、どうして売れているのかをデータをもとに解析、現状を正しく捉え、トレンドを先取りします。イズミックはこれらの情報を分かりやすく定期的に皆様にお伝えしてまいります。それがイズミックマーケットアイです。データが語る飲食のトレンドと予測を定期発行の印刷物とインターネットで配信。今売れているものは何か、なぜその商品が売れているのか、注目のジャンルは、そして次に来るものとは。イズミックの新しいリテールサポート、イズミックマーケットアイにご期待ください。会場内のポスターやチラシで QR コードを見つけたら、スマートフォンでアクセスしてみてください。イズミックマーケットアイのサイトをすぐにご覧いただけます。